はい、こんにちは。久しぶりの渓流にやってまいりました。新潟県ですね。何週間前かですかね、今年初めての渓流釣りに来て、坊主食らったわけですけども、今回はちょっと違う水系に来てます。今回日帰りのですね、短い長考なので、あんまり新潟もそんなに遠いところに来てるわけじゃないんですけども、今日もやっぱりですね、雪代で川は増水気味です。で、かなり今週ですかね、雪も降ったとのことで水温低下もしてるようです。ということで、今回もほぼほぼ望みは薄いんですけど、やってみたいと思います。どっから行こうか。今回ですね、サブ4の人が来てます。サブ4の人、下流に入ってますね。入ってるんですけども、私は上流側に入ってやりたいと思います。だけどどっからやろう。ここかな。ここからやっちゃいましょう。いや、釣れるとあんまり思ってないんですけど、雰囲気は悪くないんですよね。全然悪くないです。よいしょ。じゃあ1個目行きましょう。ここ、今回はですね、新しく新調したこれスミスのトラウティンスピンのマルチユースモデル使ってます。4本に分かれるモバイルパックですね。モバイルパックで、好きなスミスなので、買ってみたんですけども、ちょっと今から振った感じだとですね、確かに UR なので、UL か、UL なので、柔らかいは柔らかいんですけど、やっぱり今時の竿なんで、全体にパラボリックというよりか、レギュラーテーパー寄りの、感じで、普通にミノーなんか使うにも使いやすそうな竿です。で、ここちょっとつかました。反応ないですね。何の匂いだろうな。なんか匂いするな。タールの匂いがするんで、そしてどっかでですね、灯油かなんか燃やしてるのかもしれないですね。灯油か軽油かわからないですけど、魚の反応はおまへん。若干今長靴越しに感じる水温が、水温これ低いっすね。間違いなく10度ない感じ。外で
前回同様今回も厳しそうだな。これはという感じでございますが、誰でも入りやすい場所なんであれですけど、全然当たりないですね。ダメっぽ。長いことですね、渓流で魚釣ってないんで、いい加減な魚の釣り方も忘れそうなんですけど、どうなんですかね。水色は悪くないんですよね、普通にそれなりに透明度もあって水量もある。ただまあいかんせん水温が低いっていうのと、まあちょっとね、変な話ですけど放流量が分からずにやってるんで、まあ、あんまり入ってない可能性はあるんですけど、まあでもまあまあメジャー河川なのでこの地点で入ってないとはないでしょうね。おそらく放流はそれなりにされてるはずなんですけど、まだちょっとヤマメには厳しい水温という感じなんですかね。正規と変わらない戦略性のない攻め方してるんで、これじゃあねなかなか釣れへんわなという感じですかね。
ちょっと明らかくなってきた、
うん。
はい、去年の伊豆丼に来てですね、一度だけ来たことのあるところに来ました。あ、なんか新潟の川の最近来た中では抜群になんか水がいい感じですね。いい感じですけど、まあご覧のようにめちゃくちゃ入選が簡単なところなので、まあ誰が来ても叩くような場所なので、まあちょっと釣れるかどうかチャレンジ上ですね。すでにもう入選当たりました、ね、まあ仕方ないでしょ、こんなところで入選当たらないわけじゃないんで、では一発かかるんか。チェイスはない。チェイスはないな。ムカつく。またほんで山スリンが飛んでますよ。うわ。これはダメだ。山スリンがまた飛んでるし。チェイスもないでござるな。またカワセミの野郎、カワセミじゃん、ヤマセミがじゃんじゃん飛ぶんで、これ魚が散りますな。絶対ヤマセミって分かってやってますよね、このヤガマス。鳴き声が聞こえるとこ見たら、ひょっとしたらヤマセミの巣があるかもしれないですね。これならああいうことをしてるかもしれません。叩かれてるのだ。そもそも反応がない。結構車も入ってて、それなりにプレッシャー高い人です。
当たりなしにですね、当たりなしに、なんかね、出ませんなこれ、はい、じゃあルアーをバックに変えてスプーンで底付近をゆっくり流すという釣り方をちょっとやってみたいと思います。変わんないっすねって感じですね。では先の落ち込みをやってみましょう。もうちょっとそこまで掴んでしまった。リスカットしました。冷たい。これはここもかなり水温は低いっすわ。半端じゃないっすね。半端じゃない水温ですわ。ですね。厳しさはあまり変わらないかと思われますが、ここをやってみましょう。ここの岸はどうでしょうか。6グラムのバックスなのでかなりまあ重いんですよね。まあ、軽量で使うスプーンとしては最軽量、最重量、一番最大重りって感じなんですけど、いやーここで出なきゃどこで出んなって感じなんだけど出ないな。
マックスのスプーンの重さを変えてみたり、こういう浅いところに魚が出てきてるかっていうのは非常に微妙なんですけどね、手よりからするとあんまり出てないと思われますけどね。ちょっと、まあ、そもそも魚を見失ってるとかそんなレベルじゃなくて全くわからないんで、ここはですねちょっといろいろ変えてやってみたいと思います。バックスの中軽いやつを探しておりますが、どれが軽いかよくわからないんで、まあこれからそうなんで、これやってみましょうか。垂れ目が出てきてですね、すごいいい感じにはなってますね。すごい気持ちいいです。気持ちいいのはいいんだけど、魚は、魚はないですね。うわぁ、そこの落ち込み、いい感じなんですよね。営業シーズンだなっていう感じしますわ。営業シーズン、私にとっては2日目の渓流釣りなんですが、3日目か、なんですが、まだ魚見てませんけどし、ちょっとね、そもそも目となる分かりやすい縁がないというのもあるんですけど、この時はこういう落ち込みを探っていくのはセオリーなんでしょうね。不安、渓流魚のあたりをかなり忘れるぐらい長いこと味わってます、ね、今回は味わえるのでしょうか。そういう天気にはね、かなりしそうな感じなんですかね。これやってみないとわかんないですけどね。ガツンと来るのねえな。しかし、ああいいっすね。まだちょっと新緑の芽が出てるっていうようなレベルじゃなくて、ま、その前の状態ですけど、非常にすがすがしいです。
当にブラインドで寝くらめって打っておられるので、なかなか反応を得ることはできないのですが、あっちの流れではサブ4の人が頑張ってますけど、まあ当たりはあんまりなさそうですね、あの雰囲気だと。魚はどこにいるんでしょうね、これ。水は冷たいけど気持ちいいっすね。なんていい風景なんでしょうか。GoPro がちょっと倒れた。出ても良さそうなんですけどね。なんか出ないですね、これも。なかなか出ない。機嫌よく出てきてくれる魚が一匹たりともいないものでしょうか。では水深がないんで、ちょっとこんなとこ狙うのはまだ時期尚早ですかね。厳しいようでございます。平らなところが続いて、ちょっと狙い目が全くないですね、これ。もう少し上流に上がってみましょう。まあ、ちょっと2人でね、来てるので、足だけが美味しいとこ全部パクというわけにいかないんで、そこは調整室でございます。いやー、しかし、なんていうんですかね、川の匂い、結構してるんですけど、いい匂いですね。なんとも言えない川と雪の山から流れてくる風がですね、これが本当に早春の香りっていうんですか、運んできますね。まあ、その地方ではね、もう早春というような時期じゃないような気がするんですけど、まだまだ新潟のこの辺りだとですね、早春っていう言葉がまさに行きたいですね。いや、この地は釣りビジョンの番組とか見てるとね、もうとにかくここに来ただけで嬉しいんですって言ってるのは、尺つなぎの、ナレーションみたいなものかなと私も思ってたんですけどね、私も今動画撮ってるんで尺つなぎといやそうなんですけど、でも実際そう思いますね。釣れた方が釣れるに越したことはないんですけど、じゃあ釣れなかったらもう来ないかって言われるとそうですね、来年も釣れなくてもやっぱ来るんですよね、これ。なぜなら来ること自体が楽しいから。
ということでしょう。そのあたりはね、人それぞれな感じでございますが、おー、いいですね。ちょっと GoPro の今日の固定位置がですね、あまりよろしくなかったし、下の方向いたり上の方向いたりしてますけども、これぐらいで見てもらうと多分雪山が見えると思うんですよね。こんな感じのところなんですよね。まあ私のふるさとのあたり近畿だとで、こういうとこなかなかないんで、こういうシチュエーションで釣りしたことないんですけど、新潟まで来るとこういうシチュエーションで普通に釣りができちゃうんですよね。いやーすごいです。じゃあさらにって言ってみますが、いやーもう何せへのぺーとした流れなんで狙うとこないんですよ、ほんと。この辺り具合かな。でもこんな浅いとこにいたら一発で山セミにやられちゃうんで、魚もこんな浅いとこ出てこないっすよね、こんな昼間も。非常に鳥の活動は活発です。魚は全然見えないですけどね。なさほどでしたかな。私の方が先にこっち来ちゃいました。ちょっとやむなし、この辺りやらせてもらいましょう。まずは冷静さを持って自分の方の最後に、本当いつ釣れてもおかしくないぐらいの普通そうなんですけどね。そこの石も畑に行ってもおかしくないんだよな、畑に。いや残念なことにですね、まともなまだチェイスをほとんど見たことないんですよね、私今シーズン。当たりはないけどチェイスぐらいあるんじゃないかなと思ったんですけど、どうにも魚がついてきてないですね。なぜか。またテイク飛行してる、なんかわかんない鳥が。いけ。でも海でもそうっすけど、鳥がいるとやっぱ魚いるんですよね。逆に言うと鳥もいないようなところに魚いないんで、そもそも無理ゲーなんですよね。なると鳥がいて魚が逃げるっていうのはまああるにしても、望みがある川だとは言いましょうね。
ただ引っかかってこないと。厳しいって大概厳しいですよね、私の釣りは。よいしょ、ちょっと5メーター奥に突っ込んだら、ああ、なんかいいな、ある。魚の臨時反応がない。とにかく沈めて引く。何の反応もござらん。なかなかいいとこ入った。ああ、なんか釣れてほしいな。チーズすらござらん。そして石の陰から狙う。石ボケ。これでチェイスないか。これはこれだな。
本日の釣りが終了しました。今回もですね、完全坊主です。ダメでした。話にならんかったっすわ。いやまだ魚の動きが始まってないんですかね。ちょっとどういったことなのかよいまいちわからないのですが、とにかくですね、釣れなかったということで、今回の動画も締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。